イケルのデジョンです。今回はね、野良戦からね、見ていきたいんですけど、まあ、今回はね、ゴーストが入ってる対戦になってるので、結構ゴーストでの全開が多くて、まあ、下の方もね、結構 50% でやめるみたいなアタックが多くて、レジェンド編成とか、まあ、その辺をね、やってってるんですけど、おっさんのね、ゴーストはね、やっぱ一味違いますね。そちらね、今回紹介していきたいと思います。さあ、早速やっていきたいんですけど、編成に関してはね、ほぼ全部これ、多分ほぼじゃなくて全部この編成だった気がします。ウォールブレーカーが2枚、バルキリーを1体採用。これはリクスケとか援軍用に連れてってるイメージかな。で、盾用のアイゴレ。で、アーチャー5体。これはリクスケ釣ったりいろいろ。で、結構ね、まあ全面的に削っていくんですけど、もうね、ヘイストの使い方がうまいのでね、そちら注目していただきたいというところですね。まあバルーン、なんだろうな。バルーンを走らせたいとき、ちょっと走らせたいときの、多めによくヘイストあるじゃないですか。あんなイメージですね。まずは削りパートというところ。で、ヒーローペットなんですけど、ポイズンリザード採用してましたね。まあやっぱストライカー連れてかないってところで、編成にストライカー入ってないじゃないですか。まあそういうところをポイズンリザードで補ってるのかなっていうところ。わざわざレベル1のポイズンリザードをわざわざ採用してるんでね。まあ理由があっての採用かなと思います。はい。でヒーローのね、使い方もやっぱね、ホッサーめちゃくちゃうまいんですよ。あれとかもそうだしね、チャレンジ系のやつもヒーローをいかに伸ばしていくかみたいなところでめちゃくちゃうまいんですけど、さあここでアーチャー登場しましたね。細かいものを上に引っ張りつつイーグル砲とかも、まあここはまだユニット出してなかったのでそんなに関係ないところですが、寄せてって、でこのヘイストでね、しっかり走らせていく。で、一施設じゃなくて、まあ、この後ポイズン切れるようなタイミングで投石にも投げていくと思うんですけど、折れてしっかり出してくる。もう一個の場所に進むためだけじゃなくて、いろんな2施設3施設に進ませるためのヘイストがね、うまいんですよ。まあ、その辺もご注目っていうところですね。でロイヤルチャンピオン結構ね、単独で使う人も多いんですけど、まあ合流していく方、今回は基本的にはね、合流していく使い方が多かったですね。4ヒーローまとめていって、そこに一気にトーム合わせていくみたいなイメージ。さあ、シングル捕まってるんで、ここは一旦フリーズ。さあ、アイゴレのこっちのフリーズもいいタイミングで入りつつ、フィストを使って、この、フィストとかのね、ババがね、外周部に漏れるのがめちゃくちゃもったいないんで、こういうとこしっかり、サイドカット、ヒーローのためのサイドカットもしてあげないといけないですね。さあ、タウンホールのところまで届きまして、ここで一気のトームとしっかりここまで粘ってます。で結構この編成って援軍何にすればいいのかなみたいなとこちょっと悩んだりも僕もねしてたんですけど、鉄火2体採用してましたね。50枠になるとそんなことができてしまうと、鉄火が2体援軍から出てくる時代ですよ皆さん。えぐいっすね一昔前では考えられないような援軍セットですけど、鉄火が2体出ております。どうなんだろうね、ペッカ2体の、やってみてペッカ2体が強いって感じたのかな。ペッカ2体はね、エメポチ楽だしね、2回パポンってやればね、援軍埋まりますからね、たくさんアカウントあっても。確かになと思いつつ。さあ、圧倒的全開。まあ今みたいな感じでね、ベースをやっていくんですけど、まあ、ちょっとリプレイも多いので、いくつか絞ってやっていこうかなと思うんですけど、まあ、全面的にまずは削り入れていきます。まあ、ゴーストの動画は結構出してるので、ま、いろいろね、重ねて見てみてくださいって感じです。まあ、ホスさんの、ゴーストは、まあ、普遍、なんだろう、その辺のゴーストの人と、まあ、僕のもそうですけど、全然ね、質が違うんでね、だいぶ前から結構、去年とかのタウンホール14の時も結構ゴースト極めてましたし、レチャレとかでもね、結構やってたんで、まずは援軍とか出ちゃったところをアーチャー5体持ってきてるので、その辺ね引っ張って角度変えてますね。こうやって邪魔になっちゃうので一旦どかしつつって感じかな。多分これタウン狙ってると思うんですけど、タウンと投石あたりを狙ってくるんで、まあその辺をまず削りで見てるイメージですね。さあ巨爆会場、リクスケタカもたくさん出てくる、めんどくさい。これはもうヒーローのためのサイドカットしちゃうで、ヒーローつなげつつ同時並行みたいな感じでやるか、ちょっと迷ってますね。あ、なんかキングにこれ、ヒーローペットちょっと、特殊な付け方してますね。キングにフェニックスつけて、クイーンにフロスティつけて、
これ月ミスったか分かんないけど、なんか実験中なのか、なんだろうね、ユニコーン採用してないのはだいぶ珍しいというか、新しいヒーローペットの付け方してるんですけど、どうなんだろうこれ。ターンホールもね、同時並行でヘイストに乗せてやってるんですけど、これが最初に言ったあれですね、この投石にも届くし大工にも届くしターンホールにも届く、このヘイストの打ち方っていうのが結構大事になってきます。だいぶ遅らせてロッウッドランチャーまで、キングはもうこれちょっと捨てみたいな感じになってますね。走っていって、まあ、同時並行でやっていくので、まあ、上見たり下見たりっていうところで忙しかった部分。だキングがこれフェニックスで2周目入ってたんですけど、さこんな感じで進みつつ、リリーさんが今いい感じで、デイジからの、あートームがちょっとずれている、タイミングがちょっと合わなかったですね。これロイちゃんにトーム入ってればめちゃくちゃ強かったんですが、ロイちゃんは生きれず、ただこれペッカがここレイジに乗って走ってくる、ペッカ2体、さその隙にコウモリが走っていって、前回ガーソスと、まあ、コンプ止まんないですからね。基本的にはもうハイダメージのところ削ってタウンホールさえ壊れてれば、まあコウモリが止まんないっていう形を作りやすいと思うので、まあ、そういう戦術なんですけど、このヘイストの使い方がうまいですね。ちょっと苦戦してましたが、今のはヒーローペットの組み合わせちょっと珍しいですねこれ。さあ見ていきましょうか。まあ、基本的にはね、あーこれであれかな、オールのところがなんかおでんにつけたオールのところはラッシーとかのが強いかなって思いますが、この編成だとオールもオールでなんか、あーでもな、対空砲がないところならいいかなって感じか。さあまずはタウンホールを潰しに行くようなところ、まあ割とオーソドックスな形かな、これに関しては。レイジーとかもね先に使わせていきつつ、援軍がもう出ちゃってネクロだしもめちゃくちゃになってますね。まあ、これをどうだろう。お、ヘイスト来た。逆再ヘイストで削りからいっていい感じにヘイストに乗せて、まあ、投石機もむき出しになってるし、ターンホールの方も届くような形、ちょっと早めに出しすぎちゃったのでヘイスト乗って土爆に入っちゃいましたね。この縁を歩かせていくことで、このマルチにもターンホールにも両方ヘイストに乗って進んでいくっていう、これがうまいですね。ちょっとマルチは残ってますが、さあアーチャーで援軍を釣っていきつつヒーロー展開、イーグル砲の方もアーチャーで空打ちさせております。ウォールブレーカーつけて援軍がもうちょい寄ってきてからようやくポイズンってイメージかな。ネクロも追いついて、ランチャーのルートがもうネクロ入ってるんで、まあどっちにしろって感じかな。この後ウィズトーとマルチが残ってしまってるので、もう一回差し直す形になりますね。クイーンも出しつつ、ここロイヤルチャンピオンも一緒につけて4ヒーローブッパー、このライフオーラに乗せてトームも乗せてのこのタイミングで、いいタイミングで、あーどうなんだろうな今の。ここでのトーム、ウィッチャンの能力のタイミングとトーム間違った可能性はなくはないかなと一瞬思ったが、さあここフリーズとコウモリを合わせて使っていくような形、こっちは自前の攻撃側のレイジを下につけてますね。ペッカに合わせてレイジを置いてったイメージですが、確かに強いのか、どうなんだろうね。個人的にはね、アイゴレとかあるとね便利だなって思うシーンも多いんですけど、ペッカ2体の迫力はエグそうだよね。リクスケとかにはめちゃくちゃ弱くなっちゃうかなって感じなんですけど、多分この編成ヒーロー結構警戒してますね。ポイズンリザード積んでることも多かったし、もう一回見てくんですけど、こちらもヒーローペット変わらずっすね。本若の方はこのヒーローペット試してるんですかね。キングフェニックスも確かに強いよな、伸びるからね。キングとあれだね、キングとペッカでタンキングみたいな感じで突撃してくれるやつらが現れるわけですよね。
削り入れつつ、こういう対策陣チックのやつは結構タウンホールも寄ってるのでゴーストも刺しやすかったりしますよね。どういう風に削っていけば一番最高率でな最終的に削れるかみたいなところをね見ていくのがこのゴースト編成の特徴っていうかやるべきことなんですけど、そこがちょっと難しいって思っちゃう人もいるかもしれないですね。さあヘイスト置いて、まあ、後々のマルチタウンホールとかこういう重要防衛施設のところに進むゴーストに対して全てこのヘイストで賄っていくイメージで、この縁ねギリギリのところを走らせていいですね。走らせていく、このヘイストの使い方がうまいですね。タウンホール戻していって大丈夫そう。ヒーローパートにそろそろ移行していくと思うんですが、アーチャー引っ張り援軍を引っ張ってますね。イーグル砲も空打ちさせてからのスタート。ポイズンリザード、そうか援軍処理もこういう感じで結構早いっすね。ポイズンリザード自身が援軍処理得意なんで、この人ヒーローだけじゃなくてね援軍に対しても強いですからね。ポイズンリザードはラバ処理も手伝ってくれているというところ。さあ遅れてウッドランチャー使っていって、そうなんですよね、まあホッサンの形は結構ずらしてちょっとだけ歩かせてからの展開も結構多かったりしますけど、ウォールブレーカー2枚あるのでしっかり広げていきつつ、キングはキングでこうやってフェニックスで無敵化入ってますね。フェニックス分の無敵化が入ってますね。さあここでトーム、なんかそういうタンクの使い方もあるのか。キングをトームに、結構フィストトームっていうのが主流なんで、そこをねベースにやっていくトームの打ち方とかもあると思うんですけど、フェニックスでキングはトーム巻き込まずにフェニックスすることでなんかトームをもっと奥で使えるみたいな意味合いもあるかもしれないですね。キングにドーム使わなくても伸びてくれるので、まあ、その分奥でドームが打てるっていう利点はありますね。さあガーサス、さあタウンホール真ん中、まあゴースト対策でパッとね思いつくのがタウンホール真ん中に寄せちゃおうみたいなのがね結構多かったりするんですけど、そうなるとオストーム系のスパーチャとかにめちゃくちゃ弱くなるんですが、あ真ん中の配置のねゴーストの取り方も覚えておくと楽になるかなと思います。まあどうせ毎年出てくるんでね、毎年1年に1回ぐらいはゴースト編成履修しておくと楽になりますよというところ。まあいろんなところから展開されてますね。比較的やりやすいタイプの配置かなとは思うんですが、ウィズドも重なってフリーズ当てるんで当てれるんで、まあ、最悪この辺ってゴーストで壊せなくてもフリーズで十分 OK な場所だし、もうこれでもう範囲ダメージのところがねもう上側シングルってとこで、まあ下のマルチと透析機器ぐらいにはなってるんで、どこを優先してやっていくかって感じかなとは。この人援軍と中で当たりたくないって考えるなら、まあある程度援軍釣れるような位置まで引っ張っていくかなって感じだけど、これも多分ヘイスト乗せたいから外切ってっていうイメージだよね。やっぱり来ましたね。おお。ヘイストもうちょい右に打つかと思った正直。これでクロスまで狙ってんのか。あーおい、ちょっと走っていく。折れそうですね。投石の方も折れつつ、ロイヤルチャンピオンも、おお、そ強い。折り切って。もう一周レイジから打ちさせていくイメージかな。これは援軍も釣ってるしね。これでレイジから打ちからの援軍釣りだし強いね。左側もここの辺アーチャーとかタワーとかこの辺切っていくことで見てます。ヒーローが流れないようなところちょっと歩かせていきますね。これもポイズンリザードこれ入ってるのでストライカーないんですが、相手のキングに対してもものすごい勢いで攻撃をしてます。ポイズンリザードウォールブレーカー2枚使って道を作りつつ、さあ走ってきたスーパーガーグルに対してポイズンリザードが怒りを、さあここでトーム少しずらして入っていくみたいなイメージですね。
もう攻撃側と防衛側のレイジが共に置かれているような状況。まあ、ここからペッカ2体が出てくると、こうなるともう上側のウィズドウに対してフリーズをかけ続けるだけで OK な状況ができていると。シングルに捕まっちゃったのでペッカ自身は死んでしまうんですが、難しいね、防衛援軍、あ、じゃあ攻撃援軍50枠っていうのも何を採用するかは。さあ、これも攻略完了と。普段あんまりポイズンリザードを使わないので、こうやって見ると強いですね。強いというかまだレベル1ですからね、攻撃力自体はそんなに高くはなかったんですけど、ポイズンリザードの攻撃見るのはちょっと楽しいっすよね。まあ、これも結構やっちゃってるね。ウィズ島がもう完全外周部広がってるんで、ありがとうございますって感じだと思うけど、基本は上から行くかなって思うんですけどね、この配置見たら。上から行っても下はウィズ島全部刈り取って、行けそうならモノリスまで行っちゃいつつ、投石も刈り取ってって感じになると思うんですけど、さあ、ゴーストがガガッと出てきました、まず。これ左切りの、そうだよね。サイドカットかな、これヒーロー用のサイドカットかつ投石を狙っていくような、まずゴーストをしていきつつ。さあ、ウィズと美味しいですね、やはりここは。援軍スーパーガーゴイルが多いですね、この村は。あ、この相手は。スーパーガーゴどうなんでしょうね、防衛援軍として。まあ、あとネクルがシンプルにちょいちょい入ってますね。このゴースト系の編成だと援軍釣れちゃった時にネクロがね出てくるとかでスケルトン一生バナナが出てくるのでちょっとめんどくさいんですよね。それはちょっとある。あ、上側もヘイスト乗せるタイム、援軍のスケルトンをコントロールしてね、上と下でゴースト出すタイミングを調整して、さあ投石機削っていきつつ、あー、もう上から来ましたね。イーグルをかわせるかどうかのアーチャーチャレンジしてる。援軍釣りだね、まずは。援軍をアーチャーで寄せていきつつ、こいつに合わせてイーグルを守れていく。やっぱイーグル大事ですからね、めちゃくちゃに。さあ、漏れてるぞ、ネクロが。バルキリーも採用してるので、ここはバルキリーがネクロの方に走っていって、ネクロ処理。バルキリーのね、活躍してるシーンがあんまりここまで出てこなかったんですけど、こういうとこ見るとやっぱネクロ対策もできてて強いですね。ウォールブレーカー走らせていきつつ、今回もね、左と右で左を削ることでちょっと右に流してヒーローをインしていくようなイメージ。直線で入るよりも、ちょっとだけ残して入っていくことで、このフォームの威力みたいなところもね、合わせて、直進よりもちょっとお得というかね、そういう使い方してますね。ロイヤルチャンピオン、まあ遠間切れちゃったんですけど、ハイダメージのボイス説がもうすでにないので、あとは頑張れってお祈りです。さあ、ここからペッカ2体なんですけど、まあ、ぶっちゃけ援軍なんでもいい説あるよね、正直そんなに変わんないよね、何にしても。攻めポチしやすそう、ペッカは。そういう利点があります。今僕はイエティとアイゴレとか使ってるんですけど、援軍置くのちょっとめんどくさいんですよね。最後やっていきたいと思います、まあ、対策陣何ホールもね寄せてあって、ウィズ島までセットで置かれてる、ありがたい配置ですね。逆サイドも削りを入れていきつつ、この削りパートがねゴースト編成において一番大事なので丁寧にやりましょう。ですがやりすぎても良くないんで、丁寧にやりすぎて時間使っちゃうのもいけないので、結構もういろんなところから他点出しをしていくっていうのがコツになります。ただたくさん出てきたアーチャーもすぐさま釣っていって、もうすごいね、ここ殺意が高いエリア。さあ、このヘイストで、ヘイストの時間も切れちゃうっていうところもあるので、2体ここは重ねていってどんどん削りを入れていくと。ギリギリですが、これはちょっと乗らず、おお、ゴーストがトルネに巻き込まれている。いろんな施設にね飛ばせるこのヘイストの打ち方いいですね。さあ、ロケバルはめちゃくちゃ弱いぞ、これ。時間切れになるだけなんで、ただのバルーンになります。
援軍釣りつつ、その隙にクロスもしっかり折れている。サイドカットのゴーストもしっかり残してあって、まあ、削りのゴーストやりつつ、ちょっとサイドカットのねゴーストも残しておくぐらいの感じ。手元に6体も残せてる状況はめちゃくちゃいいですね。これをね同時並行で進めていくと非常に伸びます。火力高くなりそう。このレイジンを乗りつつ、ロイヤルチャンピオンもね先行しすぎないようにしっかりキングの裏に出してあげて、今回バトルドリル採用になってますね。ドリルがここから飛んできます。ドリルもねこの編成と相性が良くて、対戦とかでもね、あの海外の人でもやってる人とかいるんですけど、さあウォールブレーカーもつけて中心までいいレイジとウォールブレーカー入って、ここはディギーがねこれシングル IT つけてくれたので、ロイヤルチャンピオン突破できつつ、まあこのドリルも止まんないですね。この後穴も開けてくれるっていうところ、これ結構強いよね。特にね今回ウッドランチャーの角度的にめちゃくちゃ相性が良くないんですよ。3時から行くならいいんですけど、まあ、12時インってなった時にウッドランチャーどこ穴開けとんねん問題が生まれてしまうので、バトルドリル採用と。ドリルもね僕もねレベル4になったのでね、ちょっといろんな使い方してみたいですねっていうところで、今日はこんな感じで終わりにしようとかなと思います。いかがだったでしょうか。まあ、現状ねホッサン世界1位ですから、レジェンドリーグもねクイーンウォーカーのね世界大会も当然1位ですが、レジェンドリーグの方でもね今トップ走ってるので、この編成で世界1位のゴースト編成とても参考になったんじゃないかなと思います。まあ、同じ編成同じやり方でもね、人がやる人が変わるだけでだいぶ変わりますからね。まあ、そんな中でもね結構ラバルをなぞるって言ったら結構難しいと思うんですけど、ゴーストだったら結構なぞりやすくないですか。ウィーラバだったりツーサイドラバルを同じやり方でやれって言われてもちょっと難しいところあるかもしれない。ゴーストだったらある程度同じようなことやればね似たような結果出せますから、ぜひ皆様もやってみてください。というわけで今回はこんな感じだろうと思います。チャンネル登録お願いします。